ベッキーフィルターです。ベッキーを通して世の中を見てみるコーナーです。ラジオネームマザーズミルク。レストランでもしスープにハエが入っていたら、私の素敵な仲間はどう行動を取る、行動すると思う？大人なウエンツはね、文句を言わずハエを取り出してからスープを飲んでね、真面目なジョイはボーイさんを呼んで新しいのに取り替えてもらって、真心のユージ君はハエを不憫に思って藻に服して、少年のアントニーは気づかず飲んじゃう。そして自称愛されキャラのアケミちゃんはコックを呼んで、コックやめなーなどと罵倒した後、精霊を送るらしいよ。みんな違ってみんないいよね。やる気元気ベッキー。このパターンしかないのかな。ラジオネーム股関節痛。ベッキーがハーフ軍団を従えて冒険するベッキークエスト。草むらからたけし軍団が現れた。大人なウェンツの攻撃。お茶目なラッキョに12のダメージ。気遣いなハリーのメラゾーマ。優しいギダユに30のダメージ。真面目なジョイの攻撃。男前なラッシャーに3のダメージ。ラッシャーは倒された。少年のアントニーの攻撃。文化人のガダルタカナルタカニン12のダメージ。天使のローラのザキ。悪魔のメタゾーは即死だ。ベッキーは200の経験値を得た。ベッキーは年齢が1上がった。好感度は2下がった。 CM が8減った。ファンが8万減った。まだまだ冒険は続くけど、やる気元気ベッキー。このパターンしかないのか。このなんかベッキーらしいやつもっとないかな、ちょっと、はい。ラジオネーム稲葉の白うなぎ。こんばんは、ベッキーです。今日はここ動物園に来ています。わあ、とっても可愛いウサギ。あれウサギじゃなくてアリクイ。あいつアリ食うの。きったねえな。やる気元気ベッキー。ベッキーフィルター、もう一回ちょっと皆さんの再起に期待したいと思います。一旦ブレイクいたします。ラジオネームキャベツ万太郎。忙しいという言葉は使わないようにしてます。忙しいという漢字は心をなくすと書くからです。忙しいではなく充実、疲れたではなく頑張った、童貞ではなく純情、やりちんではなく積極打法、早漏ではなく早打ち、包茎ではなく箱入り息子。口から出る言葉はハッピーな響きの方がいいです。やる気元気ベッキー。やる気ベッキーらしいですよ。復活してきました。ラジオネーム星野さん。2014年度もたくさんの仲間が集まったな。海外留学のマリエ、ティーバッグのセリナ、大股開きのカリナ、壁に落書き江澄真紀子。よし、今年度は誰が仲間になるのかな。楽しみ楽しみ。悪い。ラジオにラッパーザキバチョ。今からクイズ出すね。このツイッターに上げた写真に写っている包丁についた血は誰のものだと思う？1番 DV ハゲのニコラス・ケイジ。2番便所タッチバックの小栗旬。3番ただのクズ恵比寿吉和。正解どれかな。正解は4番の真面目なジョイでした。ハーフ界が居づらいとか言いやがったので、あのように葬ってやったよ。やったね。やる気元気ベッキー。怖え。ラジオネームラッパーザキバチョフ。この前ね、暇だったから私のブラジャーに釣り針をつけて遊んでたの。そしたら引っかかったのが北沢剛。そのまま釣り針引っ張ってね、溶鉱炉に落としてやったよ。あの気持ち悪い挑発今後見なくて済むから、いいことしたよね。やる気元気元気。いいです、あげときましょう。一旦ブレイク。ラジオネームラッパーザキバチョフ。今仕事で30人31脚の全国大会に来てます。みんな小学生たちが一喜一憂して汗かいてて、すごく楽しかった。最後に司会者に大会の総括のコメント聞かれたから、私こう答えてあげたの。こんなもの今後の人生に1ミリも役に立たないお遊び。こんなお遊びやってないでさっさと勉強して受験しなさい、クソガキども。現実を教えるって大切だよね。やる気元気ベッキー。
いいですね。いいですね。30を迎えたベッキーさんね、時に厳しさを見せるかもしれません、ね。ああ、なるほど。今後が楽しみです。今後が楽しみ。ラジオネームセンターエリス。ベッキーとしりとりしましょう。まずはあなたから。しりとり。り、理解力の足りない大島優子。子犬。ぬ、ぬすっとのアビルユー。う、海。み、みんなの敵、エスビマキコ。こう、ここは、あ、アイドルおよび人間失格のカゴアイ。すごい、井戸。ど、道路脇で駆られた大和田信也。や、やかん。んだ、やったー、私の勝ち、やる気、元気、ベッキー。悪すぎる。悪すぎる。悪すぎる。すげえ悪い。すごい。投げとこうか。うん、パン。ラジオの超重ギガジャクソン。どうも、ベッキーです。みんなは神様って信じてる？私は信じてるよ。今日はベッキーが休日の時にやってるおまじない教えてあげるね。私、お葬式が本当に楽しくて、オナニーより楽しくて仕方ないんだけど、お焼香をあげながら、お寿司食べたい、お寿司食べたいって願うの。そうすると、神様がお願い聞いてくれて、お寿司が出てくんの。今のところ 100% だからお休みにはこうしてパワーもらってるの。みんなも親戚のお葬式するとき、私呼んでね。やる気元気ベッキー。これいい。これいいな。劇団ひとりと私のね。山崎さんのお父さんのお通夜のそうですよ。いいですね。寿司おかわりありますか？元が元が出たよ。あ、食べてねえぞ。山崎さん、ええ感じせよ。ええ感じせよ。そりゃそうだ。お父さん死んでますから、ね。あれ、堀内さんいねえな。あ、さっき外で立ちションしてました。トイレでせえ。ええ感じせえ。怒ってたな、山崎。お前らみんな帰れー。コントの最後みたいな。帰れ。葬式コント。山崎さんのお母さんだけ笑ってたよ。楽しいお葬式に。いい葬式だった。リコールの放送。ラジオネームラッパーザキバチョフ。今から私がなぞなぞを出すね。みんな考えて答えてね。うん、みんなが嫌いな動物がいます。それは何でしょうか。うん、正解わかったかな。うん、正解は、クソ生意気パチンコブスカンダウノでした。じゃあ次のなぞなぞは、痛くて泣いている動物ってなんだ。正解は、うちうち引退詐欺クソデブミソノだよ。なぞなぞって楽しいよね。やる気元気ベッキー。ひどいな。あげときますけどね。あげるんですね。あげるのか、あげるのか。ラジオネームもらいましたね。はあ、うん、昨日は北海道の牧場で引退したサラブレッドの金玉引っ張ってきましたね。何やってんだよ。すっごい大きくてびっくり。サラブレッドと比較するためにね、マイケル富岡の金玉も触ったんだけどさ、マイケルの金玉シワシワで汚ねえのくせえしな。一応写メ載せとくけど、マジ気持ち悪いから閲覧は自己責任ね。やる気元気ベッキー。爽やかだよね、でもね。何言うっすか。もう爽やかだ。うん、言い方はそうやったんですけどね。ラジオネームキャベツマン太郎。ねえねえ、ゲレンデマジックって知ってる？うん、ゲレンデにいる女の子が3割増しで可愛く見えるっていう、うんうん、ブスが心の拠り所にしている法則のこと。でも実は、ブスと美人の差が開いちゃうってことでもあるの。うん、顔面10点の広瀬香美は13点に。顔面50点の私、ベッキーは65点に。うん、顔面100点の綾瀬はるかは130点に。現実って厳しいよね。で、誰が顔面50点じゃい。はーい、一人乗りツッコミが決まると気持ちいい。やる気元気ベッキー。広瀬香美さんにね。そうだよ。誰が13点だよな。絶好調は今日の顔面。で、13点ですけどね。そんな歌じゃねえわ。お綺麗な方ですよ。綺麗な方ですよ、だって。ラジオネームゴモラ、あげとくね、今のね。ありがとうございます。ラジオネームゴモラ。サスケっていう番組面白いよね。でも私がプロデューサーならもっと面白くなると思うんだよ。まずローリング秋山ね。ぬるぬるの秋山に捕まって転がるんだけど、滑って捕まることはできないの。最後はやっぱりそり立つ草のひとし。
首から上をボッシュートされなかったらクリア。今日も一日山田勝美の努力が報われませんように。何やる気元気メイキ。嫌なこと言うな。僕にはサスケしかないんです。すごいよな、あの人も。これでもキャベツマンだろう、うん。ねえねえ、ちょっと聞いて。昨日の夜のことなんだけど、いつも通り極太バイブでオナニーして行きそうになった瞬間に意識が飛んじゃって気づいたら朝だったの。そしたらなんと、人や物の大きさを変えられる超能力に目覚めてたの。でもね、うん、私がこの能力を使えても、ちっちゃな高級チョコを少し大きくして食べたり、極太バイブを小さくして隠して持ち歩いたりするぐらいしか使い道がないんだよね。私よりも必要としてる人が能力に目覚めてくれればよかったかな。例えば、ヤグちゃんなら、梅ちゃんを少し小さくして隠せたし、エビゾウさんは喧嘩相手小さくすればボコられずに済んだし、猪瀬さんはカバンを少し大きくすれば5000万入ったしね、メラヨシカズさんはデリバリーゲイボーイのチンコが小さいって暴行してたけど、能力あればチンコ大きくできたのにね。私にはこの能力使いこなせそうにないな。適材適所って本当に大事。やる気元気で。以上。大丈夫、希望の船。YouTuber ってなんでみんな揃いも揃ってぶん殴りたくなる顔してるんだろう。でも小中学生人気なんだよね。私も小中学生の好感度もっと上げたいから YouTuber になるよ。私がアップ予定の動画を紹介するね。気に入らない AD の耳引きちぎって机に並べてみた。久保塚洋介にスカイダイビングさせてパラシュートを開かないドッキリやってみた。闘牛に田中義武を襲撃させてみた。戸塚ヨットスクールに笠井智美を入学させてみた。なんでだよ。なんでだよ。ガキどもの力で目指せネット界の大スター。やる気元気ベッキー。あげときましょう。残酷だな。ゾンビでもいいんですか。ゾンビあげときますか。ゾンビ。どっちが偉いってことはないですかね。カープもゾンビも。そうですね。気分次第でございます。ラジオの夜嫌いの夜行性。今日もみんなから質問メールが届いてるから読むね。ラジオネーム本名 OK 熊切あさみさん。ベッキーさんこんばんは。最近ラブラブの彼氏が突然もうとっくに別れている、一緒には住んでないし、家に荷物もないし家賃も払っていないと嘘を言い出して困っています。私はどうしたらよいのでしょうか。彼氏からの電話も怖くて出ていません。うん、いい質問だね。でもね、てめえのようなカマキリみてえな顔面を少しでも相手にしてくれただけでありがてえと思って、さっさと出家でもして心を入れ替えてこよう。おっと、口が悪すぎた、ごめんなさい。引き際の悪い女って嫌だよね。やる気元気ベッキー。最後すげえ言うな。ラジオネーム水亀座 .com。 チンコとチンコ2つ合わせてガッチンコ、どうもベッキーでーす。今日は誰のがれちゃんに芸能界を生き抜く特別アドバイスを教えてあげるね。マグロがれちゃんは言うほど美人でもないし、声も汚いし、スタッフから嫌われてるし、ハーフ界でも人気ない上に、私みたいに好感度もないわけでしょ。だから一つぐらいできること作った方がいいと思うよ。例えばさ、友坂理恵さんみたいに顔面ひん曲げる顔芸やってみるとか、長谷川理恵さんみたいに走り回ってゲロ吐いてみるとか、抜け穴はたくさんあると思うよ。まあ脱ぐことも視野に入れてせいぜい頑張ってね。やる気元気明美ファッキンベッキー。以上。ラジオネーム3名三平。ベキヤマだよーん。昨日は我が家杉山、寺門ジモン、商店の山田隆夫の大人気トリオと一緒にサバンナロケ行ってきたぜ。杉山はアナコンダに丸飲みされたし、寺門はバッファローの大移動に巻き込まれて行方不明だし、山田のバカはアフリカゾウにストンピングされ座布団になっちゃったよ。もうスタッフ全員大爆笑。楽しかった。あ、杉山を飲み込んだ8メーターのアナコンダ、素手で殴り殺して持ち帰ってきたから、後でインスタに写真アップするね。やる気元気ベッキー。すげえな。すげえっすよ、アナコンダめちゃくちゃ。大丈夫、希望の船。私ね、ゲーム大好きだから自分でゲーム作ってみたんだ。あ、自分でゲーム作ってみたいんだ。今日は私が考えたゲームを紹介するね。まずは、スーパー若鷹ブラザーズ。みっともない仲違いをするデブ兄弟が血みどろの殴り合いしながら本当の母親を見つけるハートフルアクションだよ。次はスーパー池谷ブラザーズね。若鷹ブラザーズと内容は全く同じでキャラが違うバージョン。お互いトゲだらけの飛び箱で顔面を殴り合うの。
最後はスーパーコシノシスターズ、ドンキーコングそっくりの3姉妹に可愛い洋服を着せ替えさせて面白さを競う女の子向けのゲームだよ。あ、レッドデッドリデンプションで線路に人を縛り付けるの楽しいな。やる気元気めっちゃ怖い怖い。ラジオネーム水亀座 .com。 みんなどうしても嫌いなやつっている？私もシェリーを筆頭に200人ぐらいいるんだけど、今日はそんな奴らをやっつけるとっておきの裏技を教えてあげるね。まずあなたが嫌いな奴をマジックを見てほしいと嘘をついて呼び出すの。そしてボールペンと紙を用意して、右手を出してくださいと言ってそいつの手に紙を乗せてボールペンを思いっきり突き刺すの。失敗を装ってね。動揺してるふりをしながらこっそり笑うことができたらこれはもう御の字。ちなみにこの裏技は昔テレビで見たやつだからパクられた時伊藤史郎の名前は出しといてね。歩き元気ベッキー。なんかでやんないでしょそんなもん。ラジオネームラッパーザキバチョフ。昨日ノグソしてる時考えてたんだけど、モグラ叩きを新しく作り直したらすごくいいお金になると思うんだ。それで私は考えた。まず箱の下に全裸の佐藤健をスタンバイさせて5秒間に1回ぐらい穴の中から勃起チンコを出すの。そしてそのチンコをめがけて、大釜を振ってチンコを切り取れたら勝ち。そしてゲームも楽しいしやりチンのチンポも切れるし最高。やる気元気別に。ラジオネームラッパーザキバチョ。この画像の箱に何が入ってると思う？ A 絵本、 B ゲーム、 C 偽札。どれかな、どれかな。じゃあ答えを言うね。正解はね、 D の馬の生首です。これから生意気なジョイの家にこの血だらけの馬の生首入れてビビらせてやるんじゃ。ハーフ界にも秩序は必要だよね。やる気元気ベッキー。以上です。ラジオネーム希望の船、はい、セフレの石坂がやってる番組なんだっけ。あ、そうそう、鑑定団ね。私もお家にあるお宝探してみたよ。とりあえず目ぼしいものはね、さっき引きちぎったトリンドルの髪の毛、へし折ってやったユージの前歯、勝ち割った橋田須賀子のメガネ、エビゾウが頭勝ち割った灰皿、カゴアイのタバコ、西山真紀の顔面がめり込んだガードレール、丸坊主のブリトニー・スピアーズがパパラッチの車を襲撃した時に使った傘、カルーセル巻きのポコチン。まあこんなもんかな。中島先生鑑定お願いします。やる気元気ベッキー。あげときましょう。パン。ラジオネーム、お昼ネーマ。どうも、ベッキーです。最近ね、笠井智美ちゃん見かけないけど、どうしたんだろう？死んじゃったのかな？ちょっと心配だから、ネットで調べてみたよ。何？インスタグラムで、オフェロ顔を披露。ブログは去年の10月から更新なし、ダウンタウンデラックスに出演した時は顔がパンパンで肉まんみたい。発売した CD は売れてないと。素晴らしいね。もう一発テレビでなんかかましたら小向井姉さん見習って頑張るんだよ。バイバイ。やる気元気ベッキー。どうです？バイバイ。あげときます。優しいねベッキーちゃん。優しいっすか。みんなのこと心配してくれ。ラジオネーム起きてるし。こんにちは。司会も歌手もこなすマルチな才能ベッキーだよ。最近ね、一人カラオケにハマってるんだ。一人カラオケって好きな歌を歌えるしね、すごくストレス発散になるんだよね。じゃあ歌うね。中島みゆきさんのファイト。ファイト、売れないハーフタレント。スターの私が笑うだろう。ファイト、どれだけ努力しても。私の前にひれ伏すだけ。はぁ、気持ちよかった。やっぱ、みゆきさんの歌は胸に染みるわ。そうそう。道に倒れて誰かの名を叫んだことがありますかっていう歌。あれは、早乙女太一くんに殴られた西山真紀ちゃんのことだよね。J-POP 最高。やる気元気ベッキー。元気だね。感想ありますよ。元気だね。元気なんですよね。水亀座 .com。 みんな注目。今日はね、ベッキーがね、マジックをみんなに披露するよ。
じゃあ早速だけど、ここに黒い箱があるよね。まずこの箱にね、種も仕掛けもないことをみんなに知ってほしいから、アシスタントのウェンツ、この箱にバーベルを思いっきり刺してみて。はい、深く刺さったところでね、サーベルだね、サーベルを思いっきり刺してみて。はい、深く刺さったところで、この箱には何にも入っ、あれ、え、ちょ、嘘でしょ、なんで箱の中に笹野隆が入ってんのちょ、どうなってんのこれね、ウエンツ、ね、あなた、本当は分かっててやったんでしょ、絶対そうだよね。この世に鬼って本当にいるんだなぁ。怖い怖い。やる気元気めき。あんまり怒らないね。怒らないですね。そうね、こんだけのチェックだけど、あんまり怒らない。怒っていいんですけどね。いやー、かわいいね、メッキーさん。オーラかなね。オーラかっていいんですかね。どうなんでしょう。まあ、元気でね、オーラかなんですかね。はい、まだまだお待ちしております。ラジオネーム希望の船。芥川賞受賞作品が発表されて最近話題になってるよね。私も便乗してベッキーが選ぶ本、ベキタガワ賞発表しまーす。ノミネート作品は食材著酒井典子懺悔ごまきの弟と呼ばれて著後藤祐樹罪と音楽著小室哲也自爆ザ・ジャッジメント・デイ著田代正史いっぱいごめんね著小向井美奈子シコアサイズ著貴乃花光司大賞はじゃらららららバン該当なしやっきめっきめっきいいかげんしろ意地悪にも程があるんだろ。あげとくわ。ラジオネームホテルキルフォルニア。どうも、最近お笑いに目覚めたベッキーです。今日はね、色モネ屋の収録に行ってきたよ。100万円がかかったモノボケのラストチャレンジで最後の一人のね、ムサカナオマサが何をやっても笑わないの。ラスト10秒でハンマー見つけたからね、相方のマギーの顔面をフルスイングしたら前歯が全部折れてムサカが大爆笑。見事100万円ゲットしました。でも正確に言うとね、マギーの歯の治療代で10万円だけあげたからね、私の手取りは90万。ドンキ大好きベッキー。相変わらず悪いことしてるね。これやってるとね、やっぱり、ね、たまーにやっぱお会いするんですよ、はい、ベッキーさんに。はい、そうですよね。やっぱり、はい、ちょっとやっぱりね、はい、罪悪感あるね。バレてるんですか、ね、バレてますね。バレてます、バレてます、バレてます。言ってこないのはなんででしょうね。言ってこないのはね。ラジオネーム、酢飯ハザード。この前、俺も、ど根性ガエルのぴょん吉みたいになりたいって言ってるキモメンがいたから、T シャツと一緒にタンクローリーでぶっ潰してあげたの。悲鳴あげて喜んでくれた。あ、そうそう。この間、あなたにあげた赤い T シャツね。それ、その時使った、その時作ったキモメン T シャツだから大事に使ってね。やる気元気ベッキー。怖いですね。マッドマックスならぬですね。ラジオネーム、希望の船。私、クイズ大好きなんだ。特にね、好きなクイズ番組は、スワッピング仲間の中山がやってるタイムショックね。私もやってみようっと。今日の挑戦者は大大大親友の誰のがれ。まずは回転するヘリコプターのプロペラの上空に誰のがれを吊るしてゲームスタート。大丈夫。さっき引きちぎったこの髪の毛の束、誰のもの？プロペラがうるさくて聞こえないから不正解。正解はトリンドルのポニーテールでした。このクイズは一問でも間違えるとドボンだから、誰のがれさん、トルネードスピン。元気元気メッキー。いや、もう悪すぎるな。加山さんより悪いんじゃない。加山雄三さんよりちょっと最近怖いですけどね。ラジオネームお昼寝も、
どうもベッキーです。今日はね CD ショップに来てるよ。いろんな CD がいろいろ置いてあって楽しいね。ん？この生まれたてのニホンザルみたいな顔は、ん？ああ、ゴーリキあやめちゃんか。ネットで死ぬ気で調べたのに悪い噂がほとんど出てこないし、ムカつくわ。今度髪の毛むしって、ぬくみず陽一みたいにしてあげなくっちゃ。待っててね、バイバイ。やる気元気ベッキー。ラストぐらいかな。ラジオネームラッパーザキバチョフ。みんなー、私が一番好きな出演番組って何だと思う？それはね、金スマなんだよ。なぜなら金スマにはよく不幸な芸能人が出てきて、みんな不幸のエピソード喋ってるから、毎回腹抱えて笑って涙流してるんだ。人の不幸って蜜の味だよね。今日もいろんなタレント蹴落としてみんな不幸にしてやるぞと。やる気元気べき。ポジティブに。ラジオネーム水亀座 .com。今日はみんなが疑問に思うことやみんなからの質問にベッキーが答えてあげるよ。あ、結構来てる来てる。じゃあ行くね。最初の疑問これ。ベッキーはどうしてそんなに可愛いの？あれやだ、私からかってるんでしょ。もうこんな質問はね、くだらないから次。今一番消えてほしいタレントは誰ですか？うん、こんな質問答えられません。でもね、強いて言うなら、まあ、マギー、シェリー、杉村太蔵、安田美沙子に要潤。理由はね、また今度ね。はい、じゃあ次ね。ベッキーはどうして好感度を保てるんですか？まあ、これに関しては諸説あるけど、私はね、私を嫌う人を消してるだけ。ただそれだけ。よし、みんな今日でたくさん勉強できたね。というわけで次回のギャラはもちろん3倍ね。よろしく。やる気元気ベッキー。いや、これちょっと近くねえかな。フィルターとベッキーじゃん。ベッキーを通してなんか見るっていう。ラッパーザキバチョフ。ベッキーに質問しちゃってんだよ。最近奥様タレントって流行ってるよね。私も早く結婚して奥様タレントになりたい、うん、そんな奥様タレントを調べてみました。奥様ブログの女王辻のぞみ、夫は超一流騎手星野秋、子供を産んでも素晴らしいプロポーション熊田陽子、大魔神の夫榎本かな子で、全員クズばっかり。こんな奥様タレントになんか死んでもなりたくない。やる気元気ベッキー。そういうコーナーなのね。ベッキー当社いいみたいな。オブラートのハート。私今龍が如くっていうゲームにハマってるの。主人公が街を歩いてるとヤンキーとかに絡まれて喧嘩するというゲームなのね。それで昨日仕事終わり街を歩いてたら、ファンの子に声をかけられたのを絡まれたと勘違いして、自転車投げたり頭をね壁に打ちつけたり顔を地面に擦りつけたりして、ハッと気づいた時には、ファンの子が虫の息。ごめんねって言って走って逃げてきちゃった。私に声かけるときは気をつけてね。やる気元気ベッキー。ラジオネーム起きてるし。ねえねえ、ねえねえ、今日何曜日だっけ？木曜？あ、ちょっとマネージャー、文春とね、新潮買ってきて。楽しいな、人の不幸。嬉しいな、芸能人のゴシップ。さてさて、今週の文春はと。なんかいまいちパンチに欠けるな。そろそろ記者呼び出そうかな。え？ AKB メンバーのスキャンダル？うん、リークしたのは私だよ。楽しんでもらえた？ユキリンのことだってね、ずーっと前から知ってたよ。日曜の夜で私が誰と共演してるか知ってる？芸能界って怖いね。やる気元気ベッキー。どこでベッキー関係あるの？なんか許せられますから、ベッキーが言うと。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。私って物が捨てられない女なんだ。でもね、この前断捨離の本を読んでね、一念発起して家にあるものいっぱい捨てました。その捨てたものを写真でアップするね。いらなくなった洋服、使わない箱、壊れたピンクローター、汚くなったペニバーン、クワマンのセカンドバッグ、ジョイの左耳、ジョイの下、猪瀬直樹のバッグ、ジョイの金玉。そんな感じでね、全部捨てましたよ。捨てるって気持ちいいね。やる気元気ベッキー。以上でございます。
で、じゃラジオネームラッパーザキバチョ。最近散歩番組流行ってるよね。だから私もこの前散歩番組をやってみたの。その名もベキベキ散歩。商店街をね歩いてたんだけど、いろんな人が話しかけてきたから、私全員の顔にね痰をぶっかけてね、かかと落とし食らわせてやったらね、みんな来なくなって嬉しかったです。その後ね、商店街でいろいろ食べたけど全部まずくて、こんなもんよく庶民は食えるなと思いました。やっぱご飯食べるなら高級料理店だよね。やる気元気ベッキーこれなんですか、加山さんをベッキーで通したんですか、それ、ね、すごい悪者だけど、希望の船、夏といえば階段。セフレの稲川淳二みたいにうまく話せないけど私が怖い話するね。あれ去年の夏だったかな、深夜のテレビ局で廊下の向こうからトコ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 歩いてくる音が聞こえたの。足音の主ヤクミツル。すぐさまねヤクに飛びかかった私はヤクの髪の毛をむしり取って食べたの。ヤクはね涙を流しながらね、ベッキーさん許してくださいって言ってね、しょんべん漏らしながら逃げてった。怖いなぁと思ってると、数分後また廊下の向こうからトコ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 足音がしたから見てみるとね、さっきツルツルにしたはずのヤクがね、一瞬でふさふさになって戻ってきたの。あれは怖かった。やる気元気ベッキー。いや、ほんと怖えわ。ダメなって。ラジオネーム、ブラザーフッドオブスティール。はい、ベッキーだよ。最近ね、コミックマーケットっていうやばいイベントに何十万人も集まったんだってね。やばい、やばいって言うんじゃねえよ。私も実はね、漫画大好き。家の本棚にも漫画ぎっしり。不思議なことにね、全部黄色く変色してるけどね。そんなわけで私の好きな漫画ベスト3紹介するね。まず3位、ハンター×ハンター。面白いよね、うん。こんなこと初めて言うけど、私ハーフ界の前にね、ハーフ界の前はね、幻影旅団にね、在籍してたんだ。私もヨーク神で暴れ回りたかったな。そして2位、殺し屋1。この漫画常に持ち歩いてるんだ。私もね、柿原さんとこう徹底的に攻めて攻めて攻めまくりたい。いよいよ1位、グラプラバキ。意外でしょう。半間裕次郎にね、烈海王に花山香織にね、ピクル。もうみんな食べちゃいたいぐらい可愛い。実はこの前板垣先生に取材されたんだ。宮本武蔵の次はベッキーが出てくるかもね。怖いわ。すごいんですよね。以上です今ラジオネーム夜嫌いの夜行性。あ、お祭りって楽しいよね。みんなこの夏お祭り行った？花火にいろんな屋台、そして何よりね、いろんな人がみんな幸せそうにして笑顔が集まる場所。私もお祭りは大好き。でも私ね、お祭りの中でもね、年中行われている地祭り、これが一番大好き。みんなで太鼓のように殴ってね、花火のように血が吹いて、最後に神輿のように担いで投げ捨てる。よし、じゃあお前らこいつをね、あとは好きにしていいぞ。セメント置いておいたから、きっちりちゃんと片付けておけよ。祭りの後って寂しいよね。やる気元気ベッキー怖すぎます。ラジオに起きてるし、ベッキーです。今から私の言うことに従ってください。絶対です。いいですか。水沢アリー以下、ホラン千秋、ラブリー、高橋メアリジュン、マリア、大沢ケイミ、ステファニー、宮川麻也、瀬戸カトリーヌ、これらをハーフタレント界の佐野健次郎デザインとし、即刻回収を命じることといたします。回収にかかる費用は各事務所負担、またこれ以上の整形手術は認めません。以上、やる気元気ベッキー。厳しい。隔離疑惑。厳しい。厳しいですか。ラジオの水亀座 .com。お待たせしました、ベッキーの3分クッキングの時間です。今日作る料理はベッキー特製カレー、うん、というわけで用意する食材は、高木美穂さんの畑で盗んだジャガイモ、江角さんが飼ってたグッピ、前園さん家の黒豚、生贄に捧げる笹野隆、大ぶりなアンミカ。まずこの食材をね、包丁で細かく刻みます。んで火にかけて、やっぱりカレーを中心してね、オムライス作ります。今急にオムライスが食べたくなっちゃいましたんでね、この食材は全部ゴミ箱にポイします。気まぐれメニューってこうじゃなきゃね。やる気元気ベッキー面白いですけど、そろそろですかね。ベッキーさん一本やりですからねそろそろこのコーナーも、ね、もうそろそろこのコーナーもベッキーフィルターですから、終わりますけどね、はい、また新コーナー相談しながら、はい、まだやりますけど、もうちょっとね、はい、ラジオの希望の船、うん、マギーちゃん、
私が考えたカードゲームやろ、うん、まず私が攻撃するね。森永卓郎を召喚してアイテムカードテンガを発動ほらマギーちゃん、テンガと森永のポコチンがゆっくり合体してんの見える？森永がマギーちゃんの体舐め回すように見つめながらゆっくりテンガピストンさせてるよ。あ、マギーちゃん気絶したから私の勝ちだね。やったー、やる気元気べっき。このカードゲームやりたいですけどね。ちょっといいですね。ラジオの公衆電話、うん、みんな元気ベッキーだよ。今日は私の LINE スタンプのお知らせするよ。私の LINE スタンプは喋るんだよ。それにハーゲンダッツより安い200円、音声のバリエーションは大好き、お願い、照れるとか、とにかく男のおかずになりそうなものを選んだよ。クズどもは友達も恋人も仕事仲間もいないから LINE する相手なんていないだろうけど、そういう人はオナニー用に買ってね。やる気元気ベッキーベッキラジオネームラッパーザキバチョフ、うん、加藤鷹が大好きなベッキーだよ。私ってサプライズ大好き、だから今日ジョイにねサプライズしてあげたんだ。家に帰ってきたジョイを睡眠薬で眠らせて背中に梅沢富美男のタトゥー入れてあげた。きっと起きたらジョイ泣いて喜ぶぞ。サプライズ最高、やる気元気ベッキー。ラジオネームラッパーザキバチョフ、うん、私って毎日ありがとうって感謝することにしてるの。だから今日はね、いつもの感謝の気持ちをツイートするね、うんうん、ママいつも美味しい料理作ってくれてありがとう、パパいつも働いてくれてありがとう、うん、妹のジェシカいつも話聞いてくれてありがとう、水沢アリいつもブサイクでありがとう、エスミマキコいつも集大さらしてくれてありがとう、寺島しのぶいつも誰も見たくもない裸見せてくれてありがとう、クワマンいつもセカンドバッグ盗まれるコントありがとう、みんな大好きだよ、今後もみんな失態を晒しまくって楽しませてね。やる気元気めっちゃいいね。セカンドバッグ盗まれるコントこれよくできてましたね、はい、これあげときます、はい、パン、ラジオのグドンなグドン。ベッキーファンの皆さんお待ちかね、ついにベッキーのオリジナルトレーディングカードができたよ。絵柄は全部で1500種類、内訳はねベッキーの可愛い写真が5種類、これがレアね。ウルトラレアはオハガール時代のベッキーの写真で、これはなかなか出ないんだ。他はダレノガレやトリンドルのハメ撮り50種類、岡田敏夫の愛人カードが80種類、ヒカキンに憧れた小学生 YouTuber の情けない顔が132種類、ヤクミツルのオフショットが1242種類だよ。全部集めてベッキーとの握手会参加券ゲットしてね。やる気元気ベッキー。この字がおかしいな。あげたいけど住所がないですね。あら、まあ、しょうがないですね。しょうがないですね。これはね、はい、面白かったです。うん、ラジオネーム水亀座、皆さん聞いてください。私はこの前道端で真っ黒なノートを拾いました。ただのノートかと思い日記がてらに熊谷真実の愚痴などをたくさん書きました。それで分かったです。このね、ノートは、デスノートだってことに。正義感の強い私は世直しのために、犯罪者の名前を書いて、たくさん書いて、世直しをしているつもりでいました。でも気づいたんです。私、とんでもないことしてるって。こんなことした私は償うべきだ。いや、償うべきだ。償いも込めてノートにこの名前を書きます。これで最後です。レベッカ・レイボン。4。3、2、1、みんなさようならってなるわけないじゃん。引っかかった、そこのおバカさん。デスノートに死神の名前を書いても効果はありません。さあお前たち、寿命の半分私によこせ。やる気元気ベッキー。以上最終回でした。はい、一人乗りツッコミが決まると気持ちいい。やる気元気ベッキー。広瀬香美さんにね。そうだよ。誰が13点だよな。絶好調は今日の顔面で13点ですけどね。そんな歌じゃねえわ。お綺麗な方ですよ。綺麗な方ですよ、だって。
ラジオネームゴモラ。あげとくね、今のね。あ、ありがとうございます。ラジオネームゴモラ。サスケっていう番組面白いよね。ね、私がプロデューサーならもっと面白くなると思うんだよ。まず、ローリング秋山ね。ぬるぬるの秋山に捕まって転がるんだけど、滑って捕まることはできないの。最後はやっぱり反り立つ草のひとし。首から上をボッシュートされなかったらクリア。今日も一日山田勝美の努力が報われませんように。何やる気元気めっきゃ。嫌なこと言うな。僕には、サスケしかないんです。すごいよな、あの人も。大丈夫、キャベツマン太郎、うん。ねえねえ、ちょっと聞いて。昨日の夜のことなんだけど、いつも通り極太バイブでオナニーして行きそうになった瞬間に意識が飛んじゃって気づいたら朝だったの。そしたらなんと、人や物の大きさを変えられる超能力に目覚めてたの。でもね、私がこの能力を使えても、ちっちゃな高級チョコを少し大きくして食べたり、極太バイブを小さくして隠して持ち歩いたりするぐらいしか使い道がないんだよね。私よりも必要としてる人が能力に目覚めてくれればよかったかな。例えばヤグちゃんなら、梅ちゃんを少し小さくして隠せたし、海老蔵さんは喧嘩相手小さくすればボコられずに済んだし、猪瀬さんはカバンを少し大きくすれば5000万入ったしね、メラヨシカズさんはデリバリーゲイボーイのチンコが小さいって暴行してたけど能力あればチンコ大きくできたのにね。私にはこの能力使いこなせそうにないな。適材適所って本当に大事。やる気び元気で以上。大丈夫、希望の船。YouTuber ってなんでみんな揃いも揃ってぶん殴りたくなる顔してるんだろう。でも小中学生人気なんだよね。私も小中学生の好感度もっと上げたいから YouTuber になるよ。私がアップ予定の動画を紹介するね。気に入らない AD の耳引きちぎって机に並べてみた。久保塚洋介にスカイダイビングさせてパラシュートを開かないドッキリやってみた。闘牛に田中義武を襲撃させてみた。戸塚ヨットスクールに笠井智美を入学させてみた。なんでだよ。なんでだよ。ガキどもの力で目指せネット界の大スター。やる気元気ベッキー。あげときましょう。残酷だな。ゾンビでいいんですか？ゾンビあげときますか？ゾンビ。どっちが偉いってことはないですかね？カープもゾンビも。そうですね。気分次第でございます。ラジオの夜嫌いの夜行性。今日もみんなから質問メールが届いて、が1上がった。好感度は2が下がった。2下がった。CM が8減った。ファンが8万減った。まだまだ冒険は続くけど、やる気元気ベッキー。このパターンしかないのか？この、なんかベッキーらしいやつもっとないかな。うん。うん、ちょっと。はい。ラジオネーム、稲葉の白うなぎ。こんばんは、ベッキーです。今日はここ動物園に来ています。わあ、とっても可愛いウサギ。え、あれウサギじゃなくてアリクイ？あいつアリ食うの？汚ねえなあ。やる気元気ベッキー。ベッキーフェイダー、もう一回ちょっと皆さんの再起に期待したいと思います。一旦ブレイクいたします。ラジオネームキャベツマン太郎。忙しいという言葉は使わないようにしてます。忙しいという漢字は心をなくすと書くからです。忙しいではなく充実、疲れたではなく頑張った、童貞ではなく純情、やりちんではなく積極打法、早漏ではなく早打ち、包茎ではなく箱入り息子、口から出る言葉はハッピーな響きの方がいいです。やる気元気ベッキー。やる気ベッキーらしいですよ。復活してきました。ラジオにも星野さん。2014年度もたくさんの仲間が集まったな。海外留学のマリエ、ティーバッグのセリナ、大股開きのカリナ、壁に落書きエスミマキコ。よし、今年度は誰が仲間になるのかな。楽しみ楽しみ。悪いラジオにラッパーザキバチョ。今からクイズ出すね。このツイッターに上げた写真に写っている包丁についた血は誰のものだと思う？1番、DV ハゲのニコラス・ケイジ。2番、便所タッチバックの小栗旬。3番、ただのクズ、恵比寿吉和。正解どれかな？正解は、4番の真面目なジョイでした。
ハーフ会が居づらいとか言いやがったので、あのように葬ってやったよ。やったね、やる気元気べっき。怖え。ラジオネームラッパーザキバチョフ。この前ね、暇だったから私のブラジャーに釣り針をつけて遊んでたの。そしたら引っかかったのが北澤剛。そのまま釣り針引っ張ってね、溶鉱炉に落としてやったよ。あの気持ち悪い挑発、今後見なくて済むからいいことしたよね。やる気元気元気。いいです、あげときましょう。一旦ブレイク。ラジオネームラッパーザキバチョフ。今仕事で30人31脚の全国大会に来てまーす。みんな小学生たちが一喜一憂して汗かいててすっごく、ちょっとやっぱりね、罪悪感あるね。バレてるんですか、ね、バレてますね。バレてます。言ってこないのはなんででしょうね。言ってこないのはね。ラジオネーム、酢飯ハザード。この前、俺も、ど根性ガエルのピョン吉みたいになりたいって言ってるキモメンがいたから、 T シャツと一緒にタンクローリーでぶっ潰してあげたの。悲鳴あげて喜んでくれた。あ、そうそう、この間あなたにあげた赤い T シャツね、それその時作ったキモメン T シャツだから大事に使ってね。やる気元気べっき。怖いですね。マッドマックスならぬですね。ラジオネーム希望の船。私クイズ大好きなんだ。特にね、好きなクイズ番組はスワッピング仲間の中山がやってるタイムショックね。私もやってみようっと。今日の挑戦者は大大大親友の誰のがれ。まずは回転するヘリコプターのプロペラの上空に誰のがれを吊るしてゲームスタート。第1問、さっき引きちぎったこの髪の毛の束、誰のもの？プロペラがうるさくて聞こえないから不正解。正解はトリンドルのポニーテールでした。このクイズは一問でも間違えるとドボンだから、誰のがれさん、トルネードスピン。元気元気メッキ。いやもう悪すぎるな。加山さんより悪いんじゃない？加山雄三さんよりちょっと最近怖いですけどね。ラジオネーム、お昼寝も。どうも、ベッキーです。今日はね、CD ショップに来てるよ。いろんな CD がいろいろ置いてあって楽しいね。ん？この生まれたての日本猿みたいな顔は、ん？ああ、ゴーリカヤメちゃんか。ネットで死ぬ気で調べたのに悪い噂がほとんど出てこないし、ムカつくわ。今度髪の毛むしって、ぬくみず陽一みたいにしてあげなくっちゃ。待っててね、バイバイ。やる気元気べっき。ラストぐらいかな。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。みんなー、私が一番好きな出演番組って何だと思う？それはね、金スマなんだよ。なぜなら金スマにはよく不幸な芸能人が出てきて、みんな不幸のエピソード喋ってるから、毎回腹抱えて笑って涙流してるんだ。人の不幸って蜜の味だよね。今日もいろんなタレント蹴落としてみんな不幸にしてやるぞと。やる気元気べっき。最低だな、こいつ。ポジティブに。ラジオネーム、水亀座 .com。今日はみんなが疑問に思うことやみんなからの質問にベッキーが答えてあげるよ。仲間が集まったな。海外留学のマリエ、ティーバックのセリナ、大股開きのカリナ、壁に落書きエスミマキコ。よし、今年度は誰が仲間になるのかな。楽しみ楽しみ。悪いラジオにラッパーザキバチョ。今からクイズ出すね。このツイッターに上げた写真に写っている包丁についた血は誰のものだと思う？1番、DV ハゲのニコラス・ケイジ。2番、便所タッチバックの小栗旬。3番、ただのクズ、恵比寿吉和。正解どれかな？正解は、4番の真面目なジョイでした。ハーフ界が居づらいとか言いやがったので、あのように葬ってやったよ。やったね、やる気元気べっき。怖え。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。この前ね、暇だったから私のブラジャーに釣り針をつけて遊んでたの。そしたら引っかかったのが北澤剛。そのまま釣り針引っ張ってね、溶鉱炉に落としてやったよ。あの気持ち悪い挑発、今後見なくて済むからいいことしたよね。やる気元気元気。いいです、
上げときましょう。一旦ブレイク。ラジオネームラッパー崎バチョ。今仕事で30人31脚の全国大会に来てまーす。みんな小学生たちが一喜一憂して汗かいててすごく楽しかった。最後に司会者に大会の総括のコメント聞かれたから、私こう答えてあげたの。こんなもの今後の人生に1ミリも役に立たないお遊び。こんなお遊びやってないでさっさと勉強して受験しなさい、クソガキども。現実を教えるって大切だよね。やる気元気ベッキー。おー、いいですね。いいですね。30を迎えたベッキーさんね、ちょっと時に厳しさを見せるかもしれません、ね。ああ、なるほど。今後が楽しみです。今後が楽しみ。ラジオネームセンターエビス。ベッキーとしりとりしましょう、うん、まずはあなたからしりとり、うん、り理解力の足りない大島優子。こいぬぬぬすっとのアビルユウ。う、海、み、みんなの敵、エセビマキコ。こ、ここは、あ、アイドル及び人間失格のカゴアイ。すごい。井戸。ど、道路脇で駆られた大和田信也。や、夜間。んだ、やったー、私の勝ち、やる気、元気、ベッキー。悪すぎる。すげえ悪い。すごい。あげとこうか。うん、パン。ラジオの長寿ギガジャクソン。どうもベッキーです。みんなは神様って信じてる？私は最後。すげえ言うな。ラジオネーム水亀座ドットコム。チンコとチンコ二つ合わせてガッチンコ。どうもベッキーでーす。今日は誰逃れちゃんに芸能界を生き抜く特別アドバイスを教えてあげるね。マグロガレちゃんは言うほど美人でもないし、声も汚いし、スタッフから嫌われてるし、ハーフ界でも人気ない上に、私みたいに好感度もないわけでしょ。だから一つぐらいできること作った方がいいと思うよ。例えばさ、友坂理恵さんみたいに顔面ひん曲げる顔芸やってみるとか、長谷川理恵さんみたいに走り回ってゲロ吐いてみるとか、抜け穴はたくさんあると思うよ。まあ脱ぐことも視野に入れてせいぜい頑張ってね。やる気元気、明美ファッキンベッキー。以上。ラジオネーム3名三平。べき山だよーん。昨日は我が家杉山寺門ジモン商店の山田隆夫の大人気トリオと一緒にサバンナロケ行ってきたぜ。杉山はアナコンダに丸飲みされたし、寺門はバッファローの大移動に巻き込まれて行方不明だし、山田のバカはアフリカゾウにストンピングされ座布団になっちゃったよ。もうスタッフ全員大爆笑。楽しかった。あ、杉山を飲み込んだ8メーターのアナコンダ、素手で殴り殺して持ち帰ってきたから、後でインスタに写真アップするね。やる気元気べっき。すげえな。強いっすよ、アナコンダめちゃくちゃ。レジオの希望の船。私ね、ゲーム大好きだから自分でゲーム作ってみたんだ。あ、自分でゲーム作ってみたいんだ。今日は私が考えたゲームを紹介するね。まずは、スーパー若鷹ブラザーズ。みっともない仲違いをするデブ兄弟が血みどろの殴り合いしながら本当の母親を見つけるハートフルアクションだよ。次はスーパー池谷ブラザーズね。若鷹ブラザーズと内容は全く同じでキャラが違うバージョン。お互いトゲだらけの飛び箱で顔面を殴り合うの。最後はスーパー腰のシスターズ。ドンキーコングそっくりの三姉妹に可愛い洋服を着せて変えさせて面白さを競う女の子向けのゲームだよ。あ、レッドデッドリデンプションで線路に人を縛り付けるの楽しいな。やる気元気めっちゃ怖い怖い。ラジオネーム水亀座ドットコム。みんなどうしても嫌いなやつっている？私もシェリーを筆頭に200人ぐらいいるんだけど、今日はそんな奴らをやっつけるとっておきの裏技を教えてあげるね。まずあなたが嫌いなやつをマジックを見てほしいと嘘をついて呼び出すの。そしてボールペンと紙を用意して、右手を出してくださいと言ってそいつの手に紙を乗せてボールペンを思いっきり突き刺すの。失敗を装ってね。動揺してるふりをしながらこっそり笑うことができたらこれはもう御の字。ちなみにこの裏技は昔テレビで見たやつだからパクられた時ね。というわけで次回のギャラはもちろん3倍ね。よろしく。やる気元気ベッキー。いやこれちょっと違くねえかな。フィルターとベッキーじゃん。ベッキーを通してなんか見るっていう。ラッパー崎バチョフ。
ベッキーに質問しちゃってんだよ。最近奥様タレントって流行ってるよね。私も早く結婚して奥様タレントになりたい、うん、そんな奥様タレントを調べてみました。奥様ブログの女王辻のぞみ、夫は超一流騎手星野亜紀、子供を産んでも素晴らしいプロポーション熊田陽子、大魔神の夫榎本かな子で、全員クズばっかり。こんな奥様タレントになんか死んでもなりたくない。やる気元気ベッキーそういうコーナーなのね。ベッキー当社いいみたいな。オブラートのハート、私今龍が如くっていうゲームにハマってるの。主人公が街を歩いてるとヤンキーとかに絡まれて喧嘩するというゲームなのね。それで昨日仕事終わり街歩いてたらファンの子に声をかけられたのを絡まれたと勘違いして自転車投げたり頭をね壁に打ちつけたり顔を地面にこすりつけたりして、ハッと気づいた時にはファンの子が虫の息ごめんねって言って走って逃げてきちゃった。私に声かけるときは気をつけてね。やる気元気ベッキー。ラジオネーム起きてるし、ねえねえ、こんねえねえ、今日何曜日だっけ、木曜、あ、ちょっとマネージャー文春とね新潮買ってきて。ふふ楽しいな、人の不幸嬉しいな、芸能人のゴシップさてさて今週の文春はと、なんかいまいちパンチに欠けるな。そろそろ記者呼び出そうかな。え？ AKB メンバーのスキャンダル？うん、リークしたの私だよ。楽しんでもらえた？ユキリンのことだってね、ずーっと前から知ってたよ。日曜の夜で私が誰と共演してるか知ってる？芸能界って怖いね。やる気元気ベッキー。どこで言う？ベッキー関係あるの？なんか許せられますから、ま、ベッキーが言うと。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。私って物が捨てられない女なんだ。でもね、この前断捨離の本を読んでね、一年発起して家にあるものいっぱい捨てました。その捨てたものを写真でアップするね。いらなくなった洋服、使わない箱、壊れたピンクローター、汚くなったペニバン、クワマンのセカンドバッグ。ジョイの左耳、ジョイの下、猪瀬直樹のバッグ、ジョイの金玉、そんな感じでね全部捨てましたよ。捨てるって気持ちいいね。やる気元気ベッキー。騎手星野亜紀、子供を産んでも素晴らしいプロポーション熊田陽子、大魔神の夫榎本かな子で、全員クズばっかり。こんな奥様タレントになんか死んでもなりたくない。やる気元気ベッキーそういうコーナーなのね。ベッキー当社いいみたいな。オブラートのハート、私今龍が如くっていうゲームにハマってるの。主人公が街を歩いてるとヤンキーとかに絡まれて喧嘩するというゲームなのね。それで昨日仕事終わり街歩いてたらファンの子に声をかけられたのを絡まれたと勘違いして自転車投げたり頭をね壁に打ちつけたり顔を地面にこすりつけたりして、ハッと気づいた時にはファンの子が虫の息ごめんねって言って走って逃げてきちゃった。私に声かけるときは気をつけてね。やる気元気ベッキーラジオネーム起きてるし、ねえねえ、こんねえねえ、今日何曜日だっけ、木曜、あ、ちょっとマネージャー文春とね新潮買ってきて。ふふ楽しいな、人の不幸嬉しいな、芸能人のゴシップさてさて今週の文春はと、なんかいまいちパンチに欠けるな。そろそろ記者呼び出そうかな。え、 AKB メンバーのスキャンダル、うん、リークしたの私だよ。楽しんでもらえた？ユキリンのことだってね、ずーっと前から知ってたよ。日曜の夜で私が誰と共演してるか知ってる？芸能界って怖いね。やる気元気ベッキーどこで言う？ベッキー関係あるの？なんか許せられますから、ま、ベッキーが言うと。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。私って物が捨てられない女なんだ。でもね、この前断捨離の本を読んでね、一年発起して家にあるものいっぱい捨てました。その捨てたものを写真でアップするね。いらなくなった洋服、
使わない箱、壊れたピンクローター、汚くなったペニバー、クワマンのセカンドバッグ、ジョイの左耳、ジョイの下、猪瀬直樹のバッグ、ジョイの金玉、そんな感じでね、全部捨てましたよ。捨てるって気持ちいいね。やる気元気ベッキー。以上でございます。ラジオネームラッパーザキバチョ。最近散歩番組流行ってるよね。だから私もこの前散歩番組をやってみたの。その名もベキベキ散歩。商店街をね歩いてたんだけど、いろんな人が話しかけてきたから、私全員の顔にね痰をぶっかけてね、かかと落とし食らわせてやったらね、みんな来なくなって嬉しかったです。その後ね、商店街でいろいろ食べたけど全部まずくて、こんなもんよく庶民は食えるなと思いました。いない大島優子。こいぬぬぬすっとのアビルユう、海、み、みんなの敵、エスビマキコ。こう、ここは、あ、アイドルおよび人間失格のカゴアイ。すごい。井戸。ど、道路脇で駆られた大和田信也。や、夜間。んだ、やったー、私の勝ち、やる気、元気、ベッキー。悪すぎる。悪すぎる。すげえ悪い。すごい。あげとこうか。うん、パン。ラジオの長寿ギガジャクソン。どうも、ベッキーです。みんなは神様って信じてる？私は信じてるよ。今日はベッキーが休日の時にやってるおまじない教えてあげるね。私、お葬式が本当に楽しくて、オナニーより楽しくて仕方ないんだけど、お焼香をあげながら、お寿司食べたい、お寿司食べたいって願うの。そうすると、神様がお願い聞いてくれて、お寿司が出てくんの。今のところ 100% だからお休みにはこうしてパワーもらってるの。みんなも親戚のお葬式するとき、私呼んでね。やる気元気ベッキー。これいい。これいいな。劇団ひとりと私のね。山崎さんのお父さんのお通夜の時、そうですよ。いいですね。寿司おかわりありますか？元が元が。食べたよ。あ、食べてねえぞ。山崎さん、ええ感じせよ。ええ感じせよ。そりゃそうだ。お父さん死んでますからね。あれ、堀内さんいねえな。あ、さっき外でタチションしてました。トイレでせえ。ええ感じせえ。怒ってたな、山崎。お前らみんな帰れー。コントの最後みたいね。帰れー。葬式コント。山崎さんのお母さんだけ笑ってたよ。楽しいお葬式に。いい葬式だった。リコあるの。お父さん、ラジオネームラッパーザキバチョ。今から私が謎々を出すね。みんな考えて答えてね、うん。みんなが嫌いな動物がいます。それは何でしょうか、うん。正解分かったかな、うん。正解はクソ生意気パチンコブスカンダウノでした。じゃあ次のなぞなぞは、痛くて泣いている動物ってなんだ。正解はうちうち引退詐欺クソデブミソノだよ。なぞなぞって楽しいよね。やる気元気ベッキー。ひどいな。あげときますけどね。あげるんですね。あげるのか、あげるのか。ラジオネームもらいましたね。おはー、うん、昨日は北海道の牧場で引退したサラブレッドの金玉引っ張ってきました、ね、何やってんだよ。すっごい大きくてびっくり。サラブレッドと比較するためにね、マイケル富岡の金玉も触ったんだけどさ、マイケルの金玉シュワシュワで汚ねえのくせえしな。ラジオに星野さん、2014年度もたくさんの仲間が集まったな。海外留学のマリエ、ティーバックのセリナ、大股開きのカリナ、壁に落書きエスミマキコ。よし、今年度は誰が仲間になるのかな。楽しみ楽しみ。悪いな。ラジオにラッパーザキバチョ。今からクイズ出すね。このツイッターに上げた写真に写っている包丁についた血は誰のものだと思う？1番、DV ハゲのニコラス・ケイジ。2番、便所タッチバックの小栗旬。3番、ただのクズ、恵比寿吉和。正解どれかな？正解は、4番の真面目なジョイでした。ハーフ界が居づらいとか言いやがったので、あの世に葬ってやったよ。やったね。やる気、元気、べっき。怖え。ラジオネームラッパーザキバチョフ。この前ね、暇だったから私のブラジャーに釣り針をつけて遊んでたの。
そしたら引っかかったのが北澤剛。そのまま釣り針引っ張ってね、溶鉱炉に落としてやったよ。あの気持ち悪い挑発、今後見なくて済むからいいことしたよね。やる気元気元気。いいです。あげときましょう。一旦ブレイク。ラジオネーム、ラッパー崎場長。今仕事で30人31脚の全国大会に来てまーす。みんな、小学生たちが一喜一憂して汗かいててすごく楽しかった。最後に司会者に大会の総括のコメント聞かれたから、私こう答えてあげたの。こんなもの今後の人生に1ミリも役に立たない、お遊び。こんなお遊びやってないでさっさと勉強して受験しなさい、クソガキども。現実を教えるって大切だよね。やる気元気ベッキー。おー、いいですね。いいですね。30を迎えたベッキーさん、めっちゃ時に厳しさを見せるかもしれません、ね。ああ、なるほど。今後が楽しみです。今後が楽しみです。ラジオネームセンターエリス。ベッキーとしりとりしましょう、うん、まずはあなたからしりとり、うん、理解力の足りない大島優子。こいぬぬぬすっとのアビルユう、海、み、みんなの敵、エスビマキコ。こう、ここは、あ、アイドルおよび人間失格のカゴアイ。すごい。井戸。ど、道路脇で駆られた大和田信也。や、夜間。んだ、やった私の勝ち、やる気、元気、ベッキー。悪すぎる。すげえ悪い。すごい。あげとこうか。うん、パン。ラジオの長寿ギ